はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、感銘の原則についてお話ししていきます。はい、向山陽一先生の代表的な著書、授業の腕を上げる法則ですね。この授業の原則第3条が、この感銘の原則ということになります。感銘の原則というのは、詳しく言うと、発問指示は短く限定して述べよということなんですね。発問指示は短く限定して述べよ。まさにこれは、授業を作る発問指示の一番大切な原則になります。はい、短く限定してというのはね、短くと限定という部分をちょっと分けてお話ししていこうと思います。でまずですね、短くの部分ですね。向山先生はこの本の中で、指示説明は向山先生ご自身は10秒以内にしているというふうにおっしゃっています。説明は長くても30秒を超えてはいけないというようなことも書かれています。ですからかなりですね、こう短く指示をする。短く説明する。まあ発問も入りますね。短く発問をする。ということになると思います。まあ、10秒っていうとすごく短い感じもしますけども、でも実際うちのクラスの子どもたちが帰りの会で5秒感想というのをやってたんですね。5秒間で感想を言うということです。5秒間ですからね、10秒の半分の時間ですけども、結構いろんなことを話せるんですね。ですからね、10秒を超えるような指示、発問というのはやはりね、長いんだろうなと思うんですね。なぜ短くしなければいけないかということなんですが、これはもう皆さん経験でわかると思うんですが、長くなればなるほど子どもたちは話が聞けなくなりますよね。集中できなくなりますよ。まあ、普段ですね、話をするのがすごく長い先生って言いますよね。まあ、多分ですね、そういう先生は指示説明も長いだろうなというふうに思うんですね、授業中に。とにかく意識してないということですからね、言葉の長さというものを意識することが大事ですね。ですから、短く言うということです。長く言えば言うほど子供はよくわかんなくなっちゃうわけですね。特に説明なんかそうですよね。30秒以上の説明って言えば結構長いですよ。校庭なんかで体育の授業で説明するときに30秒超えると間違いなくこう砂いじることがね、出てきてしまいますよね。ですからそれは子供が悪いんじゃなくてね、話の長い先生がいけないってことになりますよね。二つ目がですね、限定してってことですね。限定してっていうのは、まあ、具体的に、より具体的に発問指示をしていくってことなんですね。で、例えば、向山先生が本の中で例を出しています。もっと頑張って飛び箱の練習をしてみましょう。これはもう話にならんっていうことですよね。全然具体性がないで何をどうしたらいいか分かんないってことですよ。もっと頑張ってっていうのは何だ？ね。飛び箱の練習ってつまり何をすることなんだってことですね。そして、いい例が出てます。一人が3回飛んだら先生のところに集まります。これだったら具体的ですよね。何をどうしたらいいのか非常によく分かります。しかも、一人が3回飛んだら先生のところに集まりますという指示は非常に短いですよね。10秒どころか5秒以内で言える指示だと思います。一人が3回飛んだら先生のところに集まります。ね、5秒かかってないですよね。そして具体的ですよね。限定してますよね。で、この限定ってことなんですが、さらに見ていくとね、一人が3回とこのね、数字が、数が入るんですね。数が入るとかなり限定的になってきます。例えば他の指示で言うとですね、授業中にノートに何か意見を書かせればですね、ノートに意見を書きなさいっていうふうに言った場合ですね、これは数字が入ってないですよね。ですから子どもたちは意見を書くんだけども、どのくらいの長さの時間が与えられているのかわからないわけですよね。ですから、意見をノートに書きなさい。時間は2分間です。っていうふうに言ってあげれば、数字を入れてあげれば、そうか、2分間なんだなって考えて、その2分の中で考えるように子どもたちはするわけですよね。まあ、よく授業なんかで見るのは、ノートに意見書きなさいと言って、時間を与えない。要するに、数が入ってない指示ですね。そうすると、子どもたちはこう書いていって、それぞれ考え方が違うわけですよね。もっと長く書きたいっていう子もいれば、もう時間はやらないよっていう子もいるわけですよね。その時になって、はい、じゃあ終わりますよっていうと、もう少し時間くださいって子供が言って、じゃああとどのくらい必要って1分っていうふうに言う子もいますよね。もういりませんっていう子もいるはずなんですよね。ですからこれも最初から意見を書きなさい、時間は2分ですというふうに、時間を与えるっていうことが、まあ限定することにもなるし、子供たちが考えやすくなるんですね。はい、そして、後半ですね。先生のところに集まりますってこうなってますが、これは
先生のところという、まあ、動かない場所があるわけですよね。位置ですね。でそれをこう伝えることでどこにどうしたらいいのかっていうことがよくわかるわけですね。で他の例で言うとよくね、授業中にもっと大きな声を出しなさいっていうことありますよね。でこのもっと大きなっていうのがね、よくわかんないんですよね。これも限定されてないんですね。ですからこれなんかは場所を使うといいと思いますね。例えば、一番遠い子に聞こえる声で言いなさいとか、あるいは校庭のあそこのブランコまで聞こえる声で言いなさいとか、場所を指定することで、あ、大体このくらいの声を出せばいいんだなってことがね、ちょっとイメージができるわけですよね。ですからね、もっと大きな声でというよりは、そうやってどこどこに届く声で言いなさいみたいな言い方の方がいいですね。私もよく、この黒板突き破って隣のクラスに聞こえる声で言いましょうとかね、いうことがありましたね。で、この指示はですね、感銘の原則以外にもですね、一人が3回飛んだら先生のところに集まります。つまり、3回飛んだ後の行動もちゃんと指示してるわけですね。最後の行動まで示しているので、子供たちは飛び終わったら先生のところに集まってくるわけですよ。こういうふうに最後の行動まで示して指示するということは非常に大事だし、子供たちを混乱させないんですね。はい。というわけで、今回はね、感銘の原則、発問指示は短く限定して述べよということについて解説しました。普段ですね、自分が発問指示説明するときに、まあできるだけそういう数だとか、場所とか、揺るがないもの、限定したものを入れていくと、そして短くしていくと、子どもたちに届きやすくなると思います。もちろんですね、短く限定したからといっていい発問かどうかはまた別ですけどね、それはまた違う観点が必要ですけども、とにかく子どもたちにスッと入るような形にしていくためには、発問指示は短く限定して述べていく必要があるということですね。はい、以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。